はいどうも、エテポンゲーです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2、超効率プレイやっていきます。はい。で、前回は平原をとりあえず、突破したところで、配合ができるようになったということで配合します。あのレベルをね上げといたんで、とりあえず10とか10、基本的には11までレベル上げると、スキルポイントがね一応レベル11で、少しもらえますんで、10よりは11までねレベル上げといた方がいいいいです。はい。で、今回ね配合する、魔物なんでもう決めております。まず1体が、ホイミン、これはスカウト級で、この HP 回復をね、スキル引き継がしたやつを連れてきてっていうのがあるんで、ホイミンと、もうね、ドラ、これはもう、まあ一応2つね、E ランクでね、上がるんだけど、ドラと配合して、この C 名だね、こいつはもう本当序盤はね、おすすめのモンスターの1匹です。この水ゲーっていうスキルがもうめちゃくちゃ優秀で、めちゃくちゃ強いんですよね、ほんと。DQM シリーズ ?MJ シリーズ、まあ、水ゲー序盤はマジで優秀なんで、使ってください。で、あとはまあ適当にね、HP 回復だけは引き継がして、店に行かなきゃいけないんで。C で配合したやつはちょっとフルネームでいこうか。はい。で、残りなんだけど、なんだったっけな、残りが、そうそう、カバシラは使えない、でキリはレベルが、足りない、なんで残ってるのがねこいつらだけで、イタズラモグラは、テンション要因として使いたいから、置いとくわけで、でここでもう一匹ねイタズラモグラ作っちゃおうかなと思います。もうこれはもう、副産物というか、特に別にねもう今後こいつら何かに使うかって言ったら使わないんで、ここはもうイタズラモグラね作っちゃいます。テンション要因を一人でも多くね欲しいんで。でスキルはまあスラフォースももういらないよな。はい、こんな感じで。少な。いや非常に効率的で、いやこれ順番変えとこう、こうしとこう。綺麗だね、何綺麗に整頓できる、仕事ができるタイプのモンスターズです。エリートです。で本当はエッチな本とイケメンマガジンとかをね欲しいんですよ。欲しいんですけど、ちょっとまだね、ちっちゃいパーツがね、足りないみたいなんで、ここの、これ、あ、ルボラ、そっか、あ、ここ、はい。これでとりあえずね、エッチな本1個。エッチな本ってのは、エッチな本です。エロ本なんだけど、まあエロ本読むよね、落ちてたら読むよねっていう話。まあ、これ使うとその次出てくるモンスターが、確実にオスになるっていう、そういったアイテムです。あ、
しまったな、配合しちゃったんで、ちょっとだけレベル上げてから、闘技場向かって、一番下のランク、クリアしたいと思います。ちょっとレベル上げてきます。はい、レベルをね、とりあえず10ぐらい、まだいたずらモグラまだレベル7だけど、で、ちょっとね取り忘れてたものを、1個取っときました。ヒノキの杖ねこれ一番最初にもらえるやつ、さっきねルボローと GJ の、助けたお礼を拾って思い出しまして、ホーガンの宝箱からこれが、一番最初にもらえます。はい、一応ね、攻撃力4とか一応上がるやつで、あと C メーダーにね、とりあえずお金あったんで、バトルリボン、買ってあげました。はい、まあね、お金があるときはね、装備品どんどんいいの買ってあげていいです。はい、どうせお金すぐ貯まるんでね、鉱石とか拾ったやつ売ればどんどん貯まっていくんで、うん、はい、で今後ね、武器はその武器メタルネイルが出だしたらちょっと欲しいんだけど、それは買う予定なんだけど、あと他にお金使うって言ったら、それこそ薬草もしくはそのエッチな本とイケメンマガジン、意外とねそこら辺がちょっとね高いよね、1000ちょいとかするから、あんまり無駄遣いしすぎてたら買えなくなっちゃうかなっていうのはあるね。そこら辺ちょっと注意していきましょう。でレベル上げてきたんで、まずスカウト級見せておこうか。Cメーターがね、HP 回復引き継いだんでね、もう3は受けれんのかな、この状態で。不思議な機能。あ、なるほどね。まずは勝てということだね。一回勝ってからもう一回話しかけに行きましょう。まあ次の、スカウト級は電電流を作ってこいだったかな、確か。電電流作ってこいだから。それもね、もう次行く雪山のところで捕まえる、モンスターのリストに入れておりますので。ここはね、楽勝です。ランク F は配合してなくても勝てるかもしれない。うん。だってこいつらだもん。こいつらだしね。配合なしで行った方が良かったかもね、効率的に。配合しちゃうとね、どうしてもレベル1に戻るから、さすがにねレベル1の魔物で勝てるかって言ったらちょっと厳しいね。うん、でこの水しぶきがね、まあ生きるで、45まで振れば鉄砲水って言って全体の水しぶきになるから、まあ一掃できるよね。ある、あ、けどスキルの種とかをこれ用に一気に貯めといてってしたりしたら、結構早めに鉄砲水打てるようになるかもしれんね。もうこれちょいって RTA やっちゃおうかなDQMJRTA 勢になろうかな。ちょこれやり終えた後に、なんかまずさ、そんなに根詰めて完璧な、これがまあ超効率とか言ってるけど、もっとさ本当に超効率ってのはマジで RTA 勢のことなんでね。あそこまで行くと本当
頭上がんないよ、もう RTA の人はすごいと思う。斧もらいましたね。斧いたずらモグラに装備できるんじゃないかな。よし、オッケー。で、雪山次のエリアが、まあこのまま行っちゃうんだけど、次のエリアが結構ね捕まえる予定の魔物多いんよな。慌ただしくなります。お、来た3。あー、いたいたいた。はい、電電流ね。オッケー、わかったわかったわかった。あー、わかったわかった。ごめんってごめんって。あ、もうこれ RTA だったらもうこれリセット案件なんで、今のリセットする案件なんで今の。行きましょう。ここまで来たらルーラーできるんでね。ルーラーで一回密林飛んですぐ出て雪山に向かいます。いや、ほんとほぼほぼ捕まえるかもしれん、雪山に出てくる魔物ほぼほぼ。まず一発目に出てくるプリズニャンを捕まえます。プリズニャン、アルミラージ、オオキズチ、ホークブリザード、を捕まえる予定です。まずはね。で、スライムファンクがねここから出てくるんだけど、まあそいつもねなかなか、こいこいこい、よしよしよし。そいつもね、あのスキルにね侍っていうのを持ってて、それがバイキュルトとかを覚えるスキルだから非常に優秀なんですよね。これ倒しちゃうかもしれないけど、一回ちょっと削ります。倒しちゃうようだったら、様子見て水しぶき一発打ってテンション上げていった方がいいな。これ死んじゃうよね、死んじゃうよね。経験値うまー。もう攻撃力ぶっぱでいたずらモグラは、でこの配合で作ったこのいたずらモグラの使い道もちょっと考えなきゃいけませんね。自然、こいつが自然系のテンションアップモンスターになってたらめちゃ良かったんだけど、何しろ自然系がとりあえず2匹ね必要になります。ラブリー、やめて。とりあえず1匹倒してテンション上げよう。誘う踊りとかちょっとやっといて。よし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 。テレレ。様子を見ている。もう25ぐらいでね、多分これはプリズニャンぐらいだったらいけると思います。うん、いけるね。で、性別をちょっと両性とかだったらめっちゃ嬉しいんだけどな。メスね、メス。まず1匹目メス、プリズニャンのメス。はい、 OK です。あれ合ってる。あー、だだ、うち。はい、もうこれ、はいはい、RTA 勢だったらこれリセット。あー、来た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 。大きい槌は捕まえます。
こいつも、言ったらスカウト要員かな。スカウト要員、大木槌と自然系を混ぜることによってブラウニーができるんで、それをまず作り、あーちょっと、うん、いいか。大木槌は本当火力のもう火力なんでこいつはちょっと言ってる意味があれなんですけど、火力なんですよこいつは。攻撃力がもう半端じゃなく上がります。でなおかつスカウトパーセントアップもついてなかったかな。それブラウニーになってからだったかな。で、オスだったら嬉しいよね。さっきのプリズニャンがメスだったので、オスだったら嬉しい。まあメスだとしてもアルミラージを捕まえるんで、メスか。ってことなんで、アルミラージに、エロ本使ってオスのアルミラージを、用意します。よくてもういらないからね、うん、でそこにキストーラがいる。キストーラ意外とね好きかもしれんこの DQMJ ね、J2 に出てくるメスキャラで言ったらキストーラが一番好きかもしれん。もうこれはガンガン行こうぜでいいです。20、あー強い。ちょっと待ってちょっと舐めてたわ、若干舐めてたわ。一応ね、あのカバシラバギマ使えるんで全体攻撃を、にーカバシラやめてやめてやめて、うん、なんちょっとやばいね、ちょっとやばめ。水鉄砲がねあればね一掃できたんだけど、っていうかシーメイダの HP 低ない？シーメイダ HP 低ない？ってことでね、そのキストーラの、
魔物のシャルロットちゃんね、シャルロットちゃんが一人でどっか行っちゃったから探してっていう話で、とりあえずやられちゃったんで回復して、ちょっと待って HP 低いな、低いな HP。 まあ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 大丈夫でしょう。とりあえずねちょっとレベル上げつつね進んでいこう。でこのアルミラージが、オスが欲しいんで、早速エッチな本を使っちゃいます。そしてこいつ、うわー、フォークブリザードもいる。うわっ、よし、これでいこう。25でいこう。25上げればもう大体はいける。大抵のやつはいける。よし、で雪山からね、メタルスライムが出るんで借りたい、借り、うだーい、雪山からね、そのメタルスライムが出ますんで、そいつらもうプチメタルじゃなくて、でか、オスのエッチな本が、まあ賭けましょう。オスのアルミラージが出てくれることを願いましょう。みんなで願おう。悔しい。25じゃきつかったか。一旦数減らそう。とりあえず50まで上げてスカウトします。あ、やばい、あ、大丈夫、あー倒しちゃうかも。生きない。守備力の証もらったね今。2匹、3匹は多い。ちぬー、でさっきこのクソモグラが攻撃ミスったから2匹残ってんじゃろが。このクソモグラ、デジタルモグラ、デジタルモグラだよ。まあまあ50までね上げればもう間違いなく 100% ですわ。これは 100%。
てか、シーメイダがふわっとしすぎやねん。お前の攻撃が。おめえの攻撃がなんか、ファサッとしてるやん。なんか、顔をさ、なんか、手でこう、ビッてやってるだけやん。なんか、それは。押す。で、レベル上げたいんで、連れて行きたいんだけど、まあ、カバシラちょっと下げるわけにはいかないんで、メタルが出てくるんでね。一応狙うんで。まあ、押す、ラッキー。で、こっちには、こっちはね、ちょっとルートと外れてるんだけど、その、主人公の特技の満タンがあるんで、一応取りに行きます。こっちね。ちょっとメタルスライム1匹欲しいな。これ RTA 勢だったらどうするんだろうね、この満タン。取りに来るのかな。結構けど、満タンって何百円使うもんね。早いもんね。それを考えたら、ここまでの距離をこう時間かけてくるのと、その今後の回復の簡略化、いや取るな、多分取りに来るな。てか、ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2のさ、あ、もうこれリセット案件ですわ。これもうリセってコメントで流れます。生放送だったら。え、でも RTA の人の動画とか生放送見てるときよく、はいはいリセ、はいリセって言います。ちょっとなんかミスったら、はいはいリセ、はいリセ言います。で、ここ氷の壁がねあって通れないので、そこのある焚き火に火をつけることによって、その火の熱で氷が溶けるかと思いきや、その火に向かってブオーンジュニアが突っ込んでくるという、その裏の裏をついた、ドラゴンクエストジョーカー2の遊び心となっております。存分にお楽しみください。ちょっと長いんですけど、ここドゥルッ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 ドゥ。こいつジャガン持ってんだね。ジャガンじゃんこれ。頭悪そうなのに。ジャガンの力を舐めるなよ。そのうんこちゃん、加藤純一うんこちゃんがさ、その比叡の声真似選手権やっててさ、ジャガンの力を舐めるなよっていうのをさ、みんなが録音したやつ送ってさ、めっちゃ面白かったんだけど、おすすめです。 YouTube にね、その部分だけ、雑談のその部分だけね、まとめたやつあるんで、ぜひとも見てください。加藤純一スペースジャガンの力を舐めるなよ、もしくは加藤純一スペース比叡選手権で検索してください。ジャガンの力を舐めるなよ。巻き方を忘れちまったからな。もうどうなっても知らんぞ。巻き方を忘れちまったからな。はい。で、またね、ここに氷あるんだけど、今回はちょっとライターがね、もうキストラがライターちょっと落としてしまって、その、火がつかないと、雪にあれして火がつかないよ言うから、ああはいはいはい、
で、仕方ないんで、火種を探しに行きます。火種をちょっと満タンしとこうか、怖いんで。シーメイダが思いのほか HP 低い。んで、まあここを左に行ったら、まあ入り口に戻るルートがあって、んでここに銀の鉱石とメタルスライムが1匹いるんよ。よし、頼む、不意をついて、お願いします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 。ジャガンの力を舐めるなよ、巻き方を忘れちまったからな。もうここは本気で倒しに行きますね。もうこいつはプチメタルじゃなくて普通のメタルスライムなんで、HP は4です。よし、こうだな。ちょっと大きづちのレベルも上げていきます。配線60、うまい、うまい。もう今後ね、ここでプチメタルは借りません。もうここでレベル上げします。あとちょっとだな、あと4、あと4。そうなったらスキルの種を使っちゃった方がいいんじゃないかっていう説ね。これで全体攻撃の、しぶきが打てます。でここに銀の鉱石、銀の塊があります。よし、ミッションクリア。で下行って、で上でもし倒せなかった場合、逃げられたりしたら、一応ここにもね、もう一匹一応出ます。下のとこね、下のボコってなってるとこね。ただちょっと MP がないんで、回復したいところなんですが、当分あの棒のようなもの、あの変な回復できる棒状のようなもの、あれないし、次のところの棒は一応敵が出るんよな。さっきのダースウルフェンがまた出てきおるんで、しかも3匹ね、次3匹なんで、そいつ倒した後に回復ができるかな。だから一回帰るっていう感じになるけど、できれば帰りたくないよね、できればね。ただ MP がないからむずいよな、どうしよう。魔法の聖水とかあったっけ。てかジョーカー2に魔法の聖水っていう概念あったっけ。エルフはあった気がするけど、ねえな。はい、一回戻ってもいいかな。イザナイルーラもね、めっちゃ後半なんよこれ、出てくんのめちゃめちゃ後半。戻るんだったら今かなってのはある。
ついでにブラウニーの作成もしときたいよな。ブラウニー、ダースウルフェンが思いのほか強かったんで、やっぱ配合した魔物3匹最低限揃えといた方がいいかもしれん。一回戻るか。うん、一回戻ります。うん、一回戻ります。よし、ここで一回区切っとこうかな、今日は。ちょっと時間が思いのほかかかってるかもしれん。40分か、47分。まあ編集なりして30分ちょいやな。はい、てなわけで一旦区切りますね。まだ超雪山の途中なんだけども、一応次、大木槌と自然系を配合してブラウニーを一匹作ると。だからあるちょっと1レベル1だけね、上げます。それぐらいかな。で水鉄砲、鉄砲水打てるようになってるし、うん、オッケー。これで全然問題ありません。はい、とりあえず一回ここで区切ります。またブラウニー作ってレベル上げて、再開しようかなって感じです。はい、では、ご視聴ありがとうございました。